自分より大きい格好のヒナに餌を与える、大吉切拓卵とは、卵の世話を他の個体に託する動物の習性のことである。代わりの親は、狩親と呼ばれる。もともとは、鳥類のそれを指したが、魚類や昆虫類でも見られる。拓卵は、巣作りや放卵、子育てなどを狩親に託す行為である。一種の規制と言ってもよい。 他の種に対して行う場合を主観拓乱、同種に対して行う場合を主内拓乱という。主観拓乱でよく知られているのは、格好など格好家の鳥類が、大吉切、宝ジロ、モズ等の巣に拓乱する例である。格好のヒナは、比較的短期間で孵化し、巣の持ち主のヒナより早く生まれることが多い。孵化した格好のヒナは、巣の持ち主の卵やヒナを、 巣の外に押し出してしまう。その時点で格好のヒナは仮親の唯一のヒナとなり、仮親の育成本能に依存して餌をもらい、成長して巣立っていく。拓乱を見破られないようにするため、格好は卵の色や反紋などを仮親の卵に似せている。また、拓乱する際に仮親の卵を巣から出して数合わせを行う場合もある。基本的に、 卵を託す相手は、同種、または禁煙種が選ばれる。しかし、稀に猛菌類など、場合によっては、卵やヒナを食べる、肉食鳥が、選ばれることもある。種内託卵を行う鳥類としては、ダチョウやムクドリが知られている。ダチョウは、オスが地面を掘ってできたくぼみに、メスが産卵、その巣にさらに他のメスも産卵する。これを最初に産卵したメスが放卵する。 北米に生息するフロリダカハラガメは、同所に生息するアメリカアリゲーターの巣に拓乱する。巣の発酵熱で孵化を早めると同時に、巣を守るアリゲーターの親を、卵の護衛薬に利用するが、拓乱先のアリゲーターの卵に危害を加えるわけでは、ない。また、魚類の生鶴るに属するシノドンティスムルティプンクタートスは、マウスブリューダーであるシクリットに卵を託す習性を、持つ。 このナマズの稚魚は、シクリットの高校内で、シクリットの卵を食べながら成長する。昆虫類のシデムシの一部は、シュナイタ内ランを行う。モンシデムシはタクランを行うが、タクランされる側はこれに対抗する防衛本能として、心しの特徴を備えている。すなわち、親は、通常の負荷に要する時間と比べて負荷が早すぎる、個体を殺す。動物園などでは、 親鳥が放棄した卵を同種、あるいは禁煙種の鳥に育てさせることがある。この場合、卵を人工孵化させてヒナを狩り親に託す方法と、卵を狩り親に放卵させる方法の二通りがある。既婚女性が、以前の交際相手や、不倫相手などの夫以外の男性との間にできた、子供を夫の子と偽って養育させる行為が揶揄して、たくんと呼ばれており、 2016年の日本全国の20代から60代の既婚女性435名に対する調査では6.0%、およそ20人に1人の女性が夫以外の男性と作った子供を夫に内緒で育てているとの結果が出た。なお、日本の現行法上 DNA 型鑑定により、拓卵行為が判明しても親子関係不存在確認の訴えで、 不死関係の尊卑を争うことは原則できない。ありがとうございます。